こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、というわけで今回は浅野サーキットまた遊びに来ました。今日はなんかいっぱいね、一緒に遊びに来てくれた人がいまして、若手がね、はい、他にもいろいろ撮影をさせてもらおうと思います。で、タレキさんの方は今日は白い車で来たんですけど、ちっちゃくなっただけよ。インプレッサじゃないんですか。ちっちゃくなっただけよ。四駆でフォードアで、はい、ちっちゃくなっただけ。この車がこれ、これ。アルト、アルト、HA23S。 またどうしたんですかっていうのにね、これはヤフーで買ってきました。ヤフオクで、ヤフオクで。何もやったんですか。17万1000円で、うん、なんだかんだで20ちょい。ああ、まあまあ今時の感じの、まあまあ、そう、うん、まあ漏れなくカビ付きやったと。あ、なるほど。今回はこれちょっとシェイクダウンつったら、シェイクダウンよ。シェイクダウンつったらあれやけど、後でちょっと撮るんですけど。言ったらいいですけど、おじいちゃんか。ドラッグストア行って、はい、で、まあ、2人で行ってね、で駐車止めて、バック止めて、うん、で車降りてって歩きよったんで、3番目娘がパッと振り向いて、ダッサッ、おじいちゃんが乗る車やんみたいな。まあ、携帯級とかしよる人やったら、おお、アルトやんって思うけど、普通の人が見たらおじいちゃんか。そう、おじいちゃんか。はい、じゃあ、アルトの紹介お願いします。はい、アルト君のご紹介でございます。はい、まずホイール、アルミホイール風キャップ。純正鉄チン、鉄チン、鉄チン、はい、タイヤは何本これ、145-8013、はい、ひび割れ多数で、一応今回はね、ちょっとさ、軽量をこれ、うん、ね、アルミホイール風、はい、ホイールキャップだけ乗りました。やったぞそれ。朝食分ぐらいは減るんじゃない。朝食分減るか。おにぎり2個ぐらいは減るでしょう。減りますか、ね、うん、あとはもうなんだ、まあ、マットを剥いだとか、うん、じゃあいいですか、うん、いや壁臭かったけどね、マット抜けたんです。ステアリングやる気満々ないけど、シートこれですから。ヒーターついてるシートヒーター、そう。あとはあの快適仕様の、まあ、リアシートあり。いや、ほんまこれもう日常でもいけちゃうぐらい。まあ今回ちょっとね、うん、朝なんでね、まあ、スペアタイヤは抜けさせてもらいました、はい、あ、なるほど、はい、以上でございます。ありがとうございます。まあ今回はちょっとこれの、まあ、シェイクダウンと、あと、まあ、ビートの他に実はもう1台今回、一緒に走ってくれる車があるので、そちらの方もね、ご紹介していきたいと思います。で、ちょっと行ってみましょうか。うん、今回のダークホースが。ダークホース、はい、じゃちょっと行ってみましょうか。いや、あれはダークやね。あ、なんかオレンジのダークホース。あれ、ジャフの人やん。ジャフの人。あ、どうも。ジャフの人、俺や。故障、これって聞いた。走ってもないもう故障。はい、故障ですね。それはもう遠いとこからはるばる。あ、そうです。お仕事なんですよ。ついでに走ろうかなと。はい、というわけで今回トゥデイで一緒に走ってくれる、はい、はい、自己紹介お願いします。あ、どうも、はじめまして、久保です。はい、よろしくお願いします。お願いします。 JDM、 おどうも JDM。 これあのグループ。あ、そうです。こいつが、こいつがリーダー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 、どうも JDM ね。いいね。はい、これなんか最近ツイッターで人気って聞いたんやけど。人気じゃないですよ。人気じゃない。リーダーが読もうだいかい。そう、リーダーがこれやけんな。今日は打倒ビートで走りたいと思います。打倒ビートな。打倒ビートです。一応こっちにも打倒アルトやない。打倒アルトやない。あ、もうアルトは絶対勝ちます。いや、バチバチ編集で入れてもらえる。ちなみに、はい、今回は朝初めて。朝初です。あ、初です。本場の意味でダークホースですね。そう、はい、いやいや、多分わしはセクシャ取りで帰らんって感じだろ。そっち、自分のために。そっちかい。ちょっと、はい、で、はい、ちょっと色々見させてもらって。あー、これも打倒ビート。え、絶対負けるやん、それ。おビートの3連スロットル。ビートの3、はい、エンジン自体は、エンジンはノーマルなんですけど、ピストンとカムがビート。うん、ああ、あ、そうです。じゃあもう半分はビートや。そうですね。あとミッションとコンピューターがビートです。あ、うん、この間俺ちょっと鳴らしてもらったよ。あ、そうですね、はい、ファイナル変わってる。ファイナル変わってます。やっぱそうよね。、はい、明らかに加速が違うから。あ、そうです。あのインチキンですね。ファイナル変わったんですよ。ほんでーとかって思って、俺のビートこんな遅かったっけ。でもそれでわしなんか、ね、勝負するとか言うよ。いやそんなことないですよ。わ、田崎さん、やっぱダークホースです。いや、ダークよ。初めて聞いたもんな、ピストンとかカムとかって、うん、ピストンカムは聞いとったけど、うん、ファイナルは今僕も聞いた。いや、全部知らんかったし、ウェーバーかと思ったもん。ウェーバー違う。あれ、そのアルトもなんか流用できんかな。あとワークス。
いや、そういったかい旋盤で削れんかなって。まだ自分で作ろうとして今回は、まあ、この3スクミで、はいはい、頑張って走っていきましょう。頑張りますドベが勝ちやろ。えドベが勝ちやろ。ドベが焼きにこぼりおごるかい。田崎さん、田崎さん今日は路面ウェットやから。そう路面ウェットやから分からんのんすよ。いや、ちょっと待って。えもっと厳しいけます、ウェットは四駆、四駆、四駆。あ、そうか。そう。あ、そうですね。あのアルトは四駆やから。あ、そうや。隠しとった四駆やと思ってました。あのアルト四駆ですよ、田崎さん。はい、あちょっとわしもダークやなというわけで今回は、四駆のアルト対ほぼビート仕様のトゥデイ対ビート、はい、でもそれ勝負は次回でしょうや。車庫長来てないしタイヤも来てないのに。いやこれは第一戦中かもしれない。朝初で、うん、アルト勝負。いいよ、焼肉かける。焼肉かける。恐ろしいこと言うな、はい、じゃあ今回は、はい、この3人でね、はい、頑張ります。頑張ります。今回もよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、というわけで、早速走行やっていきましょう。とりあえず私は一番後ろ走りたいと思います。さあどんな感じになるかね、ちょっと楽しみですね。早速頑張って走っていきましょう。はい、というわけで今回は、トゥデイ対ビート対アルトということで、早速やっていきたいと思います。いや今日のコンディションはね、残念ながら雨なんですけども、まあとりあえず完熟走行ということで、ゆっくりね走っていきたいと思います。では、私は一番後ろから、前の2台がどんな感じで走っているかをね、撮影していきますよ。さあここで田崎さんが一番前に出ました。どうやらトゥデイはあのおじいちゃんアルトを、これからいじめ倒すようです。で、その撮りもねちょっとやってもらったんですけど、いい感じに撮影してもらってます。いやいいですね、かっこいい。さあ少しずつ少しずつ、ペースを上げてきております。路面もねどんどんハーフウェットぐらいになってきたんですけど、ですね、田崎さんがすごく辛そうです。見ていただいたら分かる通りもうねあのインリフトしてどっか飛んでいきそうになってるんですよ。あれ大丈夫かな。もうおじいちゃんか、相当頑張ってるんだけど。いやあれは乗ってる本人も結構怖いと思いますよ。とか言ってたらね、田崎さん早くも脱落です。じゃあここからはね、久保くんのトゥデイを追いかけていってみましょう。さあ今回ね、あちらのトゥデイは朝初走行ということで、ラインを探りながら走ってるわけなんですけど、初走行という割には荷重のかけ方がすごく上手ですね。でラインも探りながら、ちょっと走ってみますみたいな感じで言われたんですけど、いやちゃんとアウトインアウトきっちり走ってます。今はね、まあ、初めて走るっていうことであれくらいのペースに収まってますけど、これ何回も何回も走ってたら、あ私も余裕で追い抜かれますね。いや今後が楽しみですね。はい、走ってたらですね、同じ道後 JDM のメンバーの、方でなんとストリームでサーキット走りに来てる人がいました。いやこのストリームがですね、ちょっと動画撮りたかったんだけど今回撮れなくてですね、すごく面白い仕様だったんで、またねサーキットをご一緒した時にちょっと撮影をさせてもらおうかなと思います。いやそれにしてもいい感じで走ってるんですよ。ストリームってあんなにキビキビ走るんだね。いやちょっと私もストリーム乗ってるけどびっくりしました。だいぶ温まってきたんで、そろそろ私もちょっと前に行きたいなということで少し詰めてみたいと思います。やっぱりでブレーキングをちょっと、詰めてって、トゥデイにつけていきましょう。でトゥデイと一緒に、まあ、走った感じなんですけども、まあ、前の久保くんがねまだサーキットをそんなに慣れてないっていう状況もあったんですが、頭の入り方はビートの方がやっぱりクイックに入る感じですね。ただ本当に速いトゥデイはもうお尻吹っ飛ばしてスパッと入ってくるから、結局はねあのトゥデイの方が速いっていう話なんですけどね。あとトゥデイの方が車体が軽いから動きがやっぱり軽いです。
まあビートも結構軽い方なんですけど、よっこいしょって回るんですよ。今ちょっとあの路面がね、まだあのハーフウェットなんで、普通にオーバースピードでズリズリっといっちゃいました。ビート ABS ついてないんでね、ああいう時結構危ないんです。ですけどウェットでね、今回はがっつり走ったんですけど、あのウェット状態でも結構コントロールしやすい車ですね、このホンダビートっていう車は。 S2000 の時はこんなにね、あのミリとプロを安らいだ状態で、走ることはできませんでした。いや、ビートは本当になんか運転が楽しい車ですね。はい、というわけでもう枠がね、時間少なくなったんで、ラストに、まあ、一発だけ全開アタック真面目にやっていきたいと思います。ここからは BGM なしです。ではどうぞ。田中さん、ゼッケンナンバーが43か。43。はい。が44。タイムの方は、まあ、7秒。田中さんが1分フラットぐらい。切れんかったね。うん、僕があのベストなぜか更新できた。ええことよ。なぜか。久保君が46よ、トゥデイが。まあね。初めてやったら上等じゃないですか。57秒。いや、上等上等ね。しかも今日ウェットやし。そう、いや、ていうかみんなずるいわ。全然四駆じゃないよこれ。いや、見たら分かるっす。俺 FF の発想知らんしとにかく踏めって思ったけどね。こちらかってブレーキングも分からんし、場所がどこで踏むの、ラインも分からんし、全然何もかも違う。 K はラインとかね、ブレーキングポイント全部違うっすもん。全部違う、全部違う。分からんね、M 字うまいこと言ったらね、うん、M 字もなんかちょっとケツが滑り出すって言ってくれる、右コーナーで、おっしゃしゃと思うよ。で、コークスクリューもすり鉢とかね、うんうん、あそこもうまいこと言ったら、ほんとギューッとこう、右のフロントがゼブラと路面の間に噛んで、こう、ちょっとこうね、踏ん張って、粘ってくれる感じでね、曲がってくれるのよ。どこでそれがそうなったか分からん。もう一回やれ言われても。だけど次の週でやっちゃうのとか全然違う。まあ要約すると全部分かる。全部分かる。だってブリブリ寄るもん、ずっとタイヤ。タイヤが80よ。エコピア、エコピアやん。エコピアじゃん。エコピア SDGs で。エコピアで1分はすごいですよ、逆に。すごいかな。カチカチやし、これひび割れするし。やりましたね。フロントでもね、ちょっと柔らかくなった。外側が熱入ったけどですか。そう、ボロボロやろ、これ。ほんのり温かい。お前グズグズになってきて。久保君のほう行ってみますか。うん、行こう行こう行こう。今日インタビューしに行こう。うん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。どうやった。シビック楽勝で勝ってしまったよ、わし。いやー、4速で行けるっすね。4速で行く。初朝どうやった。いやー、怖いですね。濡れとんもあるんですけど、全然突っ込めないんで、うん、みんなの邪魔にならんように精一杯。まあ、最初でね、あのタイプも、ね、いやー、うん、全然ですよ。上等上等。いや、わしに勝ったんやけど。
焼き肉やで今日。いいんすか。いいんすか。2人。いや君こうなれ。まあというわけで勝敗的にはまああの、まあ、当然1234。はい。計測器何番あった？俺44。53。早い。ベスト更新やね。うん。え、この上ってのに、うん、なんか更新してしまった。52出るっすね。はい、というわけで今回はまあとりあえず1本目まあこんな感じで撮ったんで、うん、あとは阿部くんの撮ったり、うん、後でちょっと別枠で、うんうん、やらせてもらうんで。え、ああこうかこうか。そうよ、もう飯食って帰るよ。はい、田崎さんお疲れ様でした。まあ次に向けて、ね、闘志燃やして帰ってくるけど。あ、そうっすね、うん、そう、悔しい。1分切れなかった。なんか毎回ね、なんか自分が言うたタイムが切れんのよ。あー、せっか作ってくるわ。1分切れ、切りしてない車で。もう次は本当なんかピスト1個抜いとったりとか。それで勝負しようや。はい、というわけで、皆さんご協力ありがとうございました。いえいえ、じゃあ今日もまた楽しんで、はい、はい、ありがとうございました。では私はお先に。はい、お疲れ様でした。